なんだ？なんつったっけ？ボギー、いやブギー、いやベヒーじゃねえし。あ、そうだ！バフーンだ！で、どれがグランドラインなんだ？さあ、たわしのおっさんは知らねえのか？俺は海図はさっぱりわからん。なんだ、同じだな。いや。ナミさんはひょっとして人魚なのかもしれないぞ。あの可愛さだもんな。こうか。ぶっ殺すぞてめえ。無事でよかった。あれ、なんだ、どうした。おっさん、風車は行かすのに。そんなこと今はどうでもよかろう。まあ、だからお前らもポーズ取っときゃよかったろ。残念だったな。処刑って初めて見るよ。てめえを処刑するんだよ。あー、ふざけんな。俺とお前の絶望的な違いは何だよ。鼻あご水かき。決まってるわ。そうよ、いくらあなたたちが強くてもかなうわけないわ。あの桜花七部会の一人クロコダイルには。誰だって。言ってんじゃねえか。あはう、グランドラインに入った途端に七部会に命を狙われるなんて危ないよ。短い間でしたけど、お世話になりました。どこ行くんだ。顔はまだバレてないもん、逃げる。あ、上手。これで逃げ場もないってわけね。全速力で走れ。やるならやるぞ、この野郎。こっちじゃ逮捕があるんだ。やめておけ、死人が出るぞ。へえ、誰が死ぬって。私だ。お前かよ。おいじいさん、教えてくれ。ここはどこで、あんたは何者なんだ。人に質問するときはまず自分から名乗るのが礼儀ってものじゃないのか。ああ、まあそりゃそうだ。悪かった。俺の私の名はクロッカス。双子岬の灯台守りをやっている。年は71歳。双子岬の AB が、はい、落ちて。かわいい。
俺がナミさんに決まってんだろ。カラーズトラップ、ナゴミの緑。お茶がうめえ。アホか。うん、そうだ、おもろいこと考えた。みんな、あれは決まる。あ、そうだ、いいこと考えた。ルフィ。よし、止まったか。海賊になんてなりたくねえんだよ、あいつは。それは違うぞ。俺はあいつを連れて生きてえんだ。だからそれはお前の都合だろうが。キレた。あんたたち何者のつもりでチョッパーを勧誘してたの？七段変形、面白トナカイ。非常食。つくんじゃねえ。知ってることを言うんだ。おい、何顔そらしてんだ。ちゃんと俺を見ろ。いやいや、もうほんと何も知らねえから俺は。じゃあ聞くがな、しっかりアラバスタまで持つように俺がちゃんと配分しといた8人分の食料が夜中のうちに何で消えるんだ。無駄な抵抗はよせ。てめえはポーカーに向かねえ人間なのさ。おい、口の周りに何かついてんぞ。あー、しまった、食べ残し。おめえじゃねえか。